はい、私どもに、いただきますシニアの役員様からの年金に関するお問い合わせの中で、比較的多いのがですね、厚生年金と国民年金と、両方の制度から老齢の年金というのがあるんですけれども、両者の内容を、混同されているというパターンが多いです。具体的には老齢基礎年金と、それから老齢厚生年金。老齢厚生年金の方は今現在65歳から受けてもらえる分とですね、60歳代前半で生年月日と性別に応じて定められた支給開始年齢から受けていただけるものと2つあるんですけれどもね、それらの老齢厚生年金と老齢基礎年金の違いをですね、混同されているケースが多いです。で、ご自分の年金がですね、特に役員様の場合、上記の役員様の場合ですね、働きながらということになりますから、いわゆる在職老齢年金の規定もね、適用されますので、ご自分の年金がちょっと分かりづらいということがありましたらね、ぜひお気軽にお問い合わせください。